ばんは。こんばんは。はい、今日も始まりました JMO チャンネル。なんか皆さんちょっとすごいことになってますけれどもまず私から通常通り自己紹介をさせていただきたいと思います。豆爆弾こと鈴原希乃です。よろしくお願いします。イエーイ。で、お隣にいるのが、はい、白玉こと辻村ゆりのだペリー。イエーイ。あとね、もうちょっと元気にやってくれるで、問題はそちらにいらっしゃる方はどちら様なんでしょうかね。わらわはわらわは DYM こと小木大夢のマロじゃマロというわけでですね、今日はこの3人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いしますで、マロマロさん、どこからいらっしゃったんですか。あっちの、なんか、幕末あたりからこう来ました。あ、タイムスリップなんですか。タイムスリップで来ました。あ、そうなんですね。来ました。そうなんですね。現代はどうですか。はい、現代は、騒々しいですね実に騒々しいですね人がわんさかいて歩くのも大変じゃ。地下鉄とか大丈夫でした。地下鉄は怖い。なんか鉄の生き物がこうぐわーんってあれは戦かと思ってもうすぐ鉄の塊がぐわーんってきてもう怖くて怖くて仕方のございます。あ、そうなんですね。はい、はい、なんじゃそれは。隣の何でしたっけ。もう一回自己紹介お願いします。あ、白玉アンダペリなんでそんな元気ないのちょっと説明してもらっていいですか。はい、その頭とその手に持ってるものこれ、この子はココペリちゃんって言います。幸せを呼んでくれます。そう、アップできます。じゃじゃーん、ココペリちゃんです。こうやって頭、この笛、吹いてるやつで幸せを呼ぶ、そうです。ココペリって言います。ダペリダペリ、ダペリ。現代の女性はこういう格好があれなのかい。なんか 主流なの。まあまあまあ主流ですね。で、こっちはあ、これお友達です。お友達の何ちゃん。うさたん。うさたん、うさたん何やってるの。耳をなんかしてます。なんかしてますね。そこにいたので連れてきてもらいました。お友達じゃないじゃんお友達です。マロさん弾いてますけどね。いや、現代の、女の子たちはウサギをペットにしている。それで既に抱いて歩いているのかな。これはまあ女子大生、JD というものだペリ。そんな言葉遣いを使うんだマロマロマロというわけでこんな感じで今日1時間お付き合いください。大丈夫かな。大丈夫かな。お願いします。ちゃんとね、キャラ設定守ってくださいね。頑張るペリー。はい、頑張りましたでございます。じゃあ今日はですね、私ちょっとみんなにですねチャレンジしてほしいことがあるんです。せっかく現代とねここに来てくれたからねそれは楽しみでござるな。で、それで私ちょっとねみんなにねチャレンジをしてほしくって、今日ですね私現代のお菓子ご用意しました。ほうほう、現代のお菓子。ほうほうね、ペリコちゃん知ってるよね。ペリコちゃん知ってます。ペリコちゃんこのね、クラッカーという食べ物があります。知ってますね、皆さん。これよく食べますね。洋菓子か。洋菓子ですね。おお、はい、洋菓子です。美味しいですよ。でこれを初めて見たので何かわからんでこれを皆さんにですね6枚10秒で食べてほしいんですよ。で、できなかったら罰ゲーム。6枚10秒。うん、6枚10秒。白玉ちゃん5枚でいいや。ありがとうございます。で、罰ゲームとは何ぞや。罰ゲームは罰ゲームというものはですね、ほうほう、要するにですね、なんていうんですかね、切腹。そうですね、切腹ね。切腹現代バージョンです。そうです。うまい。そう、なんで6枚食べられなければ切腹をしなければいけないという。そういうことそんなことを現代ではやっているのでござるかそういうことなんで、それが現代の流行り。現代恐ろしいの。じゃあ現代人の白玉ちゃんには、あ、じゃあ4枚、女の子だから4枚にしようか。はい、4枚10秒で食べれたらクリアで、食べれなかったら罰ゲーム。口に入れた瞬間から10秒にするね。じゃあ、
だってよ。じゃあ、早速用意ができたら声かけてください。時間配分的には 2. 何秒？そうだね、2.5 秒、うん、あの放送事故にならないように気をつけてね。何そう、怖い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 。じゃあ行きますよ、用意できましたか？ちょっと待ってください、まあ、見学といきますかの。口に入れたらピッて押すね。せーの。これ、うん、やったことあります？私はある。あ、そうなんだ、うん、なんかアドバイスあれば。一気にいった方がいいですか？うん、口の中を怪我しないようにね。気をつけます、うん、じゃあ口の中怪我したから。本当ですか？やばい、怖い。恐ろしいゲームじゃの、怪我をすると恐ろしいゲームじゃの。無理はしないように。あ、はい、飲み物、あ、飲み物あるね。はい、じゃあ行きますよ。行きます、せーの。うん、はい、はい、罰ゲーム。切腹じゃ、切腹じゃ。喜んでる。あれ意外とできないもんだね。4枚私クリアできるかなと思ったんだけど。じゃあ罰ゲームどうしよっか。マロさん、あのわらわの世界にはあのすごく辛いというソースがあるんだが、まあ一口食べるとあのいろんな汁という汁が全部出てきてしまうという恐ろしいソースがあるのじゃが、うん、それをチャレンジしろと、まあ、一つの提案じゃ。切腹と変わりはせぬ。というわけで、じゃあまだ食べてないね。あれ意外とできないんだね。そしたらちょっとね、恥ずかしい罰ゲームをやりましょうか。やっと2枚。あ、戻していいよ。戻していいよ。1時間かかっちゃう。これ無理ですよ、絶対。10秒無理です。じゃあのマロも5枚にしてあげるね。ちょっと待って、ほうほう。じゃあ白玉んちゃんへ、白玉んちゃんへの罰ゲームはどういう切腹なんじゃろう。切腹の一種だペリー。そうなんだペリー。ちょっと喋っててね。そなたが切腹するのでござるか。うさたんは友達だから、女の友情はあの大事だから守るんだペリー。そうなんだペリカ、ペリカ、ペリカ。マロじゃないの。間違った。いや、恐ろしいの、なんか言葉がこうやって入ってきてしまう。現代はみんな流れやすいんだペリ。じゃあペリコ、ペリコ、ペリコちゃん、ペリコちゃん、ペリコちゃんへの課題は10秒で愛の告白をその隣のマロさんにしてください。なんだ。真剣に、ガチで、ガチで。え、そんな簡単に女性が愛の告白とか言っちゃいかんのぞよ。うん、そうか、昔の時代はもう身を削る思いで。現代の女性は自分から愛の告白をするんです。 そんなことが現代では許されるんでござるか。これからあなたに起きるのです。では心をして聞こう、はい、心して。じゃあ10秒でお願いします。10秒、うん、10秒で、うん、はあ、愛の告白か、うん、素敵な名言を残してください。3、2、1。私とうさたんのお味噌汁を作ってくださいペリ。私はお味噌汁は作れない。これプロポーズですね。どうですか。プロポーズですね。どうですか。しかも作ってくださいなんだね。作ってください。料理はペリ、うん、女にしか作らせん。おお、江戸じゃない、幕末人、うん、幕末人。男は作らん、それは女のやる仕事だ。振られた、あ、振られた。でもそなた可愛いから、よかろう。流されやすい。現代に染まってきたでございます。はい、じゃ あのそんなね、女を振ったマロさん、じゃあ5枚、5枚、10秒で、10秒、4枚だね。あ、そうやって食べても全然大丈夫です。10秒でとりあえず4枚でござる。もう1枚、もう1枚、じゃあもう1枚いただくでござる。白玉ちゃん4枚。じゃあ、はあ、いきますよ。頑張って。はい、よーい、スタート。おお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 おマロ、まだいけたかも。すごい。さあ、口の中が何になってるかな。さあ、白玉ちゃん、判定をお願いします。あの口の中にはありますか。
この時代の人は多分嘘をつけないんですよ、うん、じゃあ聞いてみましょうか、はい、あなたの口の中に入っているものは何ですか？ペリなんか出てきたしもうポロ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 おおおおおおもぐ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 カサカサ聞こえるねあ飲み物飲んでいいですよ飲んでいいですよ大丈夫ですか喋れますかあのこれ先週の復習ですからね先週先々週先々週かあの私を地獄に落とした口の中というわけでですねまあこれは、うん、あのあれ豆さんは豆ちゃんは今日やりませんよえ豆ちゃん豆ちゃんがこれね普通にやらないと皆さんを救えないのでというわけで普通にねできました飲み込めました2人とも私大丈夫です洋物のお菓子はパサパサするでござるなうん水分取られますよねもう気持ち悪いというわけでですねこれはまあこれで私はみんなができるのかどうか知りたかっただけですできないできないんですねできないですね、うん、意外とできるかなと思ったんだけどねできましたやった時私もできなかったのですよね、うん、じゃあ何でもできたいやだから誰かできる人がいたらいいなと思ってあそっかできなかったから罰ゲームをしてほしいんですけどはいはいどうしよっかしあたまちゃんじゃあ罰ゲーム決めていいよえどうしようかな、うん、どんな系の罰ゲームがいいかなそこのマロが苦しむ系苦しむ系マロが苦しむ系、うん、どうしようかなさあマロ現代風の切腹に処するここの切腹は怖いでござる一瞬で終わらんマロああいいね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 はい行きますシンプルですねせーのじゃーん一発ギャグダペリーダペリーなんじゃ一発ギャグとなんか面白いことをしてください面白いこと一言で人を笑わせてください、うん、なるほど、うん、また難しいのだな一発ギャグとはおわかった分かったでおじゃるできますお5、4、3、2、1、うん、はい次行きましょうというわけで次はね恐ろしいの定番だけどはいこれマシュマロです。マシュマロといえば当然あれですよね。マシュマロキャッチを一発で決めてください。なんじゃそりゃふわふわしとるの。これ洋物のお菓子です。これもまた洋物のお菓子。洋物さっきパサパサで今回ふわふわ、ね、そう色んな食感を、ね、楽しんでもらおうと思ってね。で簡単です。投げて自分の口でキャッチしてください。なるほどなるほど、うん、実に簡単の、うん、できますか。自信ないです。自信ないペリン、うん、なんかもうちょっと明るく言ってもう戸惑いがダメですね。そうですね、戸惑いを。そこは吹っ切ってくださいね、はい、頑張るペリー。そうそれじゃあお手本見せてほしいの。見せてダメです。ダメです。お手本見せてペリー。ダメ。じゃあお手本を見せてください。シュアタマンちゃん100発100中だから。そうなんでございます。ペリコの国ではこれあれ、ね、当たり前にやっていることで、じゃんけん並みに当たり前にみんなやってるから。私球技ダメなんです。球技ダメあ、じゃあ白玉ちゃんが投げてキャッチして。ん白玉ちゃんがポイってやってそれを口でキャッチして。分かったでござる、うん、私球技ダメなんで。いや大丈夫大丈夫、受け止めてくれるから。高く投げた方がいいですかこれ。うん、高めの方がいいかな。ぶつからない程度にね。ぶつかったらすごい勢いで戻ってくるからわかりました。あ、白玉ちゃんジャグリングだっていいですかこれで、うん、ジャグリング全滅しますよ多分。ポトポトポト。とりあえずジャグリングして最後にポンって投げてめっちゃ難しい。お互いにタイミング難しい。絶対1回も続かない、うん、せーの。ほほほほ。あー
です。よかったから、何なの。じゃあ今度さ、ジャグリングやって投げて、白玉ちゃんに倒させてあげて。ジャグリングを。せーの。お手玉。お手玉結構できてる。ああ。面白い。物を粗末にしないけど、ござる。どうですか、これ美味しいですか、のまろさん。どうですか、洋菓子。あまり美味しくないの。食べた？食べてない。自分でじゃあ行きます。ジャグリングして食べて。自分で。絶対また3つとも全滅しますよ。結構難易度高いでござるよ、これは。なかなか、普段これぐらいのボールでやってるんで。せーの、おおおおあごめんなさい。ごめんなさい。食べたんでござるな、こぼれ玉を。うんうんうん、こんな感じですね。まあ、はい、お菓子シリーズもうやめようか。じゃあちょっとね、うん、スタッフが後で美味しくいただきますんで。落ちたやつを、ね、落ちたやつ、うん、こんな感じで。幕末ではありえないですか。幕末だったらだってね、落ちたものぐらい平気でしょ、うんうん、もう落とさないでござるよ。もう粗末にしちゃいけないの。あ、そっか、物を粗末にしないからね。貴重な食べ物をこんな風になんか粗末にして、そしたらもう落ちてるものはもう捨てるしかないでござる、ね、食べ物なんて投げたら切腹。切腹でござる。やばいね。すぐ切腹で、うん、だから今二人とも切腹でござるよ、普通は。ペリコどうする。ペリコ死んじゃうの嫌だ、ペリ。棒読み。じゃあ許すだ、ペリ。ペリコになってる。流されやすい。というわけでですね、そんな幕末から突然ね、現代に現れたこのマロさんですね。マロさん、なぜかトラップができるそうなので。そうなんです。現代では当たり前でござるよ、トランプは。ちょっと今日ですね、トランプでね、なんかいろいろやってくれるそうなので。まあ、何個かでござる、何個だよ。そんなトランプ名人でも何でもないんでござる。トランプって、幕末ではやっぱり、トランプなんですか。もうみんなトランプで通ってことだね。漢字とかあります、トランプって。漢字、うん、漢字トランプはカタカナ。トランプカタカナ漢字じゃない。本当に外来語ヨーロッパから来た言葉だ、ペリ。英語。ペリコさんどこ出身なんですか。ペリコ、日本。あ、日本なんですか。あ、嘘、ペリカンから運ばれてきたペリ。あ、夢のあるよ、お話でございます。ペリカンから。ペリカン便で。ペリカン便でどこに来たの。あ、ペリカン便で今の家に届いたの。届いたんだ。それが9月30日なの。そうだ、ペリ。あ、そうなんだ、すごいね。すごい夢のあるお話でござるな、うんうん、ペリカンから。違うよ、ペリカンって本物のペリカンじゃなくて、ペリカン便っていう仕事がある。あ、そうなんでござるね。そう届いたんだ、ペリ。また鉄の生き物か何かでござるか。そんな感じだ、ペリ。怖いものから届けられたんでござるな。あれは狂気ぞ。うん、狂気ぞ。凶悪な生き物でござる。あんなものから生まれたんでござる。そうだ、ペリ。そんな感じですね。あ、そうなんだ、ペリカン便できたんだね。おすごい。いいね、キャラ設定できたね。できました、ペリ。うん、あ、だんだんペリ慣れてきた。そうでござる な、うん、なで、あ、ごめんなさい、うん、トランプを心ゆくまま。じゃあちょっと今から一つマジックをやってみたいでござる、うん、じゃあこう本当は机にバーってしらね、並べたいところでおやつござるが配給並べられないので、ちょっとこうやって手で持って、うん、ちょっと見えるようにね、まあ、こんな感じで1枚選んでもらいますでござる。はい、じゃあペリコさん、うん、どれか適当に1枚、うん、ペリコさん今食べてるから、ね、私がね。え、バナナ味。バナナ味、うん、美味しいでしょ。美味しい。でも美味しくないって言ったから、うん、なんかあんまり合わないでござる。じゃあこれね、拙者に見せないで
星でございます。では2人で覚えて 目をつぶっていただけますか、視聴者の方にも見せたいので。そうでございます、ズルしないでくださいね、はい、これでーす、ツヤダベリー、イエーイ。覚えたでござるか。はい、はい、じゃあこの間に入れて欲しいでござる入れて欲しいでござる。入れた。お入れた。じゃあ重ねます。重ねます。うん、はい、うん。これからちょっと指パッチンをするとで、なんと、うん、ジョーカーとジョーカーの間に選んだカードが挟んであるという、うんうん、そういうマジックでござる。うん、じゃあいきます。うん、パン、もうこれ挟まれてます。うん、お挟まれてる。挟まれてる。じゃあちょっと確認してみましょう。うんうん、こう見ていくと、ジョーカー1枚ありました、2枚ありましたおかしでござるね。ちょっとあの皆さんにね見せてください。ジョーカーの本当ならジョーカーとジョーカーの間に選んだカードが入っているでござるよ、うんうん、ジョーカーとジョーカーの間に何も入ってないでござる、うん、どういうことでござるの。なんで失敗するんですか。わらわはこれ失敗したことないでござるよ。何かやったでござるな。でも一回白玉で選んでもらえばいいんじゃない。そうでござるね、うん、これ仕込みが必要なんで、ちょっとそれはあれ仕込みとか言うと仕込みが必要なんでござる。切腹って言ってます。切腹ですか、うん、切腹ですよねこれね。じゃあこれは成功本当はするはずだったから、うん、なんかイカ様をしたんでござるな。そっちが切腹でござるよ、うん、はいはい、とりあえず続けてください。わかりました。あ、もう一回、もう一回でござるな、もう一回で。うん、じゃあちなみにジョーカーとジョーカーの間に入ってなくても何のカードか分かる。無理でござるジョーカーとジョーカーの間に入ってないと分からないでござる、うん、さっきのカード何だったと思いますか、マールさん。それ当てたらすごいよね。うん、まあクローバーの10ほか合った、合ってたでござるか。はい、合ってないんでござるね、うん、はい、わかりました。じゃあまた、はい、選んでほしいでござる。じゃあ、うん、選ぶペリ、はい、これこれペリでしょ、これペリ、これペリそうだった。じゃあその選んだカードを、はい、この束と束の間に入れてほしい。見せなくてよいペリ。あ、そうですね。あ、そうそう、じゃあカメラに見せるペリ、うん、いきます。じゃあこちらです。いいカード引きました。あ、いいね。覚えました、ね、はい、OK です。じゃあ、どうぞ。それは時間かかる。あ、OK です。OK でございます。はい、じゃあこれでまた指パッチンをするとです、うん、ジョーカーとジョーカーの間に今度こそは入っている、うん、ペリコが指パッチンしても上がってくる、うん、くるペリ。まあ、この念が伝われば来るペリ。おう、うん、じゃあペリコちゃんさ、これ混ぜ切ってよいペリ、うん、切っちゃダメペリ切ったらあの分からなくなるペリ、もう絶望切られたらあの成功が見えなくなってしまう。了解ペリ、うん、じゃあ念を込めて指パチンお願いするでござる。せーの、パチン。お、さあ、じゃあこれジョーカーとジョーカーの間に入ってれば、うん、OK、成功でござるからね。うん、じゃあジョーカーが見えたでござる。ジョーカーが見えてでござる。はい、ジョーカーとジョーカーに挟まれたカード、それはダイヤのエースでござるな。イエーイ。あ、正解、正解でござる。正解でトランプマジック成功したでござるよ。よかったでござる。何も今度はいたずらしなかったでござるな。うん、いたずら、内心いたずらしてほしかったでしょ置かれた瞬間びっくりしたでしょ。普通だなと、何もなかったなと思っていたでござる、うん、ね、ペリコちゃん、優しさだペリ、優しさ、うん、優しさだペリ。それは現代の女性たちなのでござるな。うん、うん、そこは昔と変わらないでござる、うん、おー、じゃあさ、じゃあさ、トランプ手品じゃないけどさ、なんかやろうよ、せっかくだから3人で。じゃあババ抜き違う、なんかさ、例えばさ、うん、じゃあね、じゃあ上の5枚でいいや、5枚、上の5枚、はい、3人、3人だから3枚、あ、違う、いや、6枚、ほうほう、6枚、うん、6枚で、6? ちょっと数えてもらっていい？
ジョーカー1、2、3、4、5、6、7枚あれだったね。もうすでに2枚、はい、2枚引いて2枚引いてでジョーカー1枚入れます。ジョーカー入れて6枚だったね。ジョーカー入れて6枚のカードがあります。こっち見えないね。こうね、うん、でじゃあ混ぜます。はい混ぜます。はい混ぜます。はい混ぜますね。でで並べます。邪魔友達になんてことだペリはい、じゃあこの中から誰が一番ね、勘が鋭いか。ジョーカーは1枚だけあるのでそれを当ててください。あ、当てる。なるほど。当てます。歌って簡単シンプルで引いちゃダメじゃなくて、引いちゃダメじゃなくて当てた人が勝ち。そう、一発で当ててください。なるほど。じゃあ誰からやる。じゃあペリコから行こうか。ペリコ行きます、うん、ペリコ1枚選んでください。ペリコのこの心理学の、うん、そう駆使してね。そうです、うん、カードの心読み取って、うん、これです。じゃじゃん。あ、じゃあ持って持って、まだ、はい、じゃあじゃあ行くでご。これ陰陽師だからね陰陽師だから陰陽師カードの得意技、うん、カード得意技念を、うんうん、何名掘りあに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 あはっこれでいいよ。オッケー。じゃあ私これ、うさたんはこれ、うん、じゃあ予約しといて。で、ペリちゃんはあ、ここペリちゃんは、ここペリちゃんはこれで、マロ、じゃあ誰にするマロの奥さんでいいじゃないあ、おぎねんは、あ、おぎねが来た。急に。あ、じゃあおぎね最後残ったやつ。じゃあおぎねこれにしようかな。まあこれにしようかなってこれしかないんだけどね。うん、それじゃあ置いといてね。おぎねのまま。おぎねまま。うん。じゃあ3人の一斉のでで開けましょうか。当たってる人いるのかな？いるかな？一斉のでじゃん。誰も当たってない。まず。みんな引き運なさすぎすごいね、運なさすぎだねねえ。ちなみにペリコちゃん友達うさたんが、うさたんが、あ、違うもしやこれ。あ、じゃあせーのせーで、せーのせーでいくわよ、うん、せーのせーでで、せーのせー、あれ、まさかのペリエが取った最後まで残ってたんだ、うん、ペリすごい。うわ残り物には福があるっていい言葉あるじゃない。あれ、来た絶好調のおぎまま二重人格だ。おぎままとマロさんはどういうご関係だペリ？あの昔から あのお付き合いをずっとされてて、あの幕末出身なんだけど、うん、あの忙しいですか？いつこちらの方に来られたんですか？いや、いつっていうかもうずっといるわよ、ずっとずっとずっとよ。何を言って、ちょっとわけのわからないこと言ってちょっと頭混乱してるんだけど、うん、だって幕末からやってきたんだよね。いや、私はやってきてない。え、ずっとここにいるのよ、ずっと住んでるのよ、ここに。だからずっと 今どちら、あ、違う、そっか、おぎまま、私のおぎままに決まってるじゃん。ごめんなさい、ごめんなさい、何を言って、何もわけわかんない、わかんない、混乱してる。だからもう、おばさんなんだから、それこれ触れちゃいけないのよ、あんまり、本当は。これね、私たちだから言えるのここの中だから黙いちゃダメよ、そんな。めっちゃ汗かいてる、先輩なんか言っちゃったみたいな熱いのよ、すごく熱いの、ここすごい熱いの。あとで豆ちゃんにしばかれるみたいなね。内心めっちゃ汗かいてるそんな全然気にしてない、全然気にしてないよ、そんなちっちゃい女じゃないわよ、私は怒られるからなんだとか、もうそんなちっちゃい女じゃないわよ。あ、そうですか。そうよ、そうよ。あの、そろそろマロさん呼んでもらえますか。氷。何が起こったのよ。おお、マロ。マロさん。誰が。あ、そう、マロさんに質問があったの。ほうほう。マロさん、いつ現代にやってきたの。ずっといたぞよ。同じこと言ってる。あれ。あ、違ったかな、うん、あ、さ、そっか、さっきあの地下鉄の生き物が何そうです来たん、うん、そうそう、うん、来たのはあの昨日昨日またあのわらわは昨日こっちに、うん、タイムスリップだ、タイムスリップ、うん、またわらわは昨日どうしてここに今いるんですか。なんか興味があったか、いろいろ探検していろいろ見ようかなと思って、
ったらここにたどり着いたっていうだけの話で回ろう。たどり着いてしまう。らしいですよ。そうだペリー、うん、そうなんだペリー。あー頑張ってる。30分頑張ってるね。30分だペリー。いや2人とも頑張りましたね。おめでとうございます。30分越しました。よかったペリー、うん、よかったペリー、よかったペリー。もう自由になってもいいよ。暑い暑いよね、うん、めっちゃ汗かいてる。というわけでこんな感じです。本当はなんか最初豆さんがこの髪型をしてきて、そうなんか私がもともとパイナップルヘアって言ってここなんかバサってやってきたんですけど、そしたらね、うん、ペリコがなんか私もなんかやりたいって言って、なんかこのマロの髪型もなんかちょっと前会った時よりふっくらしてるなって思って髪が、うん、別にパイナップルヘアにしようと思ってやったわけじゃないけど、うん、なんかパイナップルだって言われて結果的にパイナップルになったって。そのいろんな流れがあって、うん、だから私もパイナップルにしようって言って最初ここをこうやって結んでヤシの木みたいにしたんですけど、うんうん、そしたらなんか思いのほかパイナップルにならなかったから、うん、そのねペリコさんを投入したっていうね。そう、ね、そっからなんか、うん、でなんかいろいろ顔に塗りたくって。あのじゃあマロで行こうとかっていう話になって、なんか、うん、はっきりわかんのかな、うん、なんかマロメイクは私がやりました。わかる眉毛が。えすごいね、近くで見るとすごいね、うん、えすごいね、うん、その表情。いやこっち見てるから見えないんだよね。あそこそこそこ、うん、すごいね。なんかキモいね。あの鏡で見たときは、うん、まだなんか、うん、変なのって思って、うん、なんかテレビ、いやこれなんかあれだね、モニター越しだとすごいことになってるね。すごいなんかあの気持ち悪い人がいるっていう、うん、だってまだ実際こうやって見てるよりさ、うん、すごい濃くない、うん、眉毛が、そう眉毛やばいよね。眉毛だ、なんかあんま唇のあれはわからない。食べちゃったしね。そうだね、いろいろ食べちゃったからね。あとなんかここら辺はどうなんだろう。目の下近づけば分かるんだろうね。あ、分かる分かる。なんか誰かに似てる。え、誰ですか。誰だろう。誰かに似てない。誰分かんない。あ、誰かに似てるなんか顔になってる。そんな人いる。そんな人いる、うん、多分新宿あたりかな。いや、なんかかっこよくない。違う、新宿の2丁目の方。あ、2丁目の方か。いやどうかな。でも違う。でも違う。誰だろう。なんか分かんない。こういう人いるよね。すごい。化粧してたのかって。今、普通の顔だと思われてる。これ普通の顔じゃありません。これちゃんとメイクしてますから。携帯とかで見てたら分かんないかもですね。ね、うん。いいんじゃない、うん、もうこれでいやいやいや、だって眉毛しか強調されないし、なんかあのほら、なんかさ、映画とかでさ、ね、マロ募集みたいなのあるからさ、きっとさ。ね、あ、その時はじゃもうがっつりもっともっと濃くやって、うんうん、真っ白にして、そう、真っ白にして本当に、うん、赤い色をつけて眉毛も隠して、あ、でも剃って剃って、そうそうそう、剃って、もう、ポーン、もうマロ専属になればいいよ、うん、マロ専属になればいい。なんかマロやったら右に出るものはいないみたいな、うんうんうん、仕事にかあのあれマロだけってこと。そうマロオンリー、うんうんうん、マロオンリー、うん、マロタレントで、マロタレント、まあいないけど、今までいないけどマロタレント。ほらこのメイク流行るよか、はい、あ、明日からみんなやるよ、うん、あ、じゃあぜひやってくださいみんな、うん、このメイク、あのマロブーム、マロブーム、うん、結構あの鏡で見た時はそうでもないけど、モニターとかカメラ映してみると気持ち悪いと思いますかね、自分。でもさ、こっちの方がかっこよくない？あ、うん、キリッとしてて、キリッとしててかっこいいよね、うん、え、かっこよくない？なんかいいと思います、うん、ほら、大河ドラマ出れるよ、もう。あ、ぜひぜひ、大河ドラマ出ますよ、これで、うん、来年のね、なんか出れるよ、大抜擢、マロ役、マロ役。あ、ちょっと、うん、調子乗っちゃうかな、そしたら、うん、お新たなキャラがなりましたね。ペリコさんの方向性がね、いまいちね、まだ決まってないよ、ね、
すっかり戻っちゃったペリ、うん、ペリコさん元気なくなっちゃってなんかもう最初もうちょっとこう直角、うん、直角の感じだったのに徐々にペリコさん立たないどうしても完全に呼んどペリコさん、ペリコさん本当罠にはまっちゃったって感じ、なんか捕まってますね、うん、足をこうゴムでくくられて、うん、あーバカみたいもてあそばれここでもてあそばれあずまめきそっぽいって似てるのかな似てるのかなあでも似てるかもぽい感じがねここら辺 ここら辺似てるかもしれない、うん、隠してみてちょっとあ似てるかも似てるそっかこれもっと設定決めようか。でもペリコさん多分もうこの後出てこないです今日限りです。ペリコさんもたまたまここに行き着いて、うん、出ちゃった的な感じにします。うんちょっとよくわからないけどマロと同じで、マロと同じでなんか歩いてたらここに歩いてたらここにたどり着いちゃって、でもこの後帰りますペリカンの国に。ペリカンの国にね、ペリカンとココペリしかいない国に帰ります。うんえうん設定がうんペリコさん喋らないの？あこの子はなんか幸せを呼んでくれます。なんか そこから話しかけたりとかしないの？あもう、うん、楽器吹いてるだけかな。無口なの？です。ペリあそうなんか色が変わるとかさ、なんか怒るとさあ。でもココペリショップ行くと、うん、すごいいろんなココペリちゃんいるんだペリ。青とかピンクとか茶色とか黒も虹色のココペリもいるんだペリ。仲間がいっぱいいるんだ、ね、そうだペリ。すごいなんかじゃあいろ逆にいろんなその、はい、そういろんなやつこうでバーって増えちゃうじゃん来週からそうこう肩とかにもいっぱい乗っててさココペリまみれで全身全身ツイッターのさあれもさココペリとあのテトちゃんじゃなくてココペリここに乗せて、うん、そうしようかな。結構ちっちゃいからいっぱいね、うん、いっぱいね指のさ、ここ一個一個に挟めてこうやってさ設定が、うん、設定がもう来ないかな。もう来ないか、もう来ないかな。じゃあ貴重だよ。貴重な見た人ね、貴重だね。そうです。まあね、設定忘れてね、ペリに言い忘れてることがいっぱいあったけどあ、これさっきのじゃない、僕らのって。知らねえよとは言ってない。そうこれ説明しようか知らねえよとは言ってない。ね、ココペリだよっていう話をしたらね、そう白玉ちゃんに僕らのって質問をしたら、なんと白玉ちゃんは知らねえよってこっそり知らねえよじゃない、あの知らねえよじゃなくて、再現してあの時の言い方。なんかあのココペリって僕らのって言われたので、なんかポロッと知らないってこんな感じです。なんかそっけなかったの。そっけなかった。知らない。知らねえよとは言ってない。知らない。あのなんか違うんです。なんかお父さんと会話してる感覚に陥っちゃう感じ。うんすごい言い方だったよね。あの言い方。そんなことないです。今まで聞いたことのない例文。違う。知らない。絶対違う。ね、だんだんね、二十歳過ぎてからね、黒い感じがね。嘘、そんなことないね。あ、そうなんですね、二十歳を超えて。でも俺最初会った時は全然そんなこと感じなかったですよ、うん、今も変わらず。まあ、でもなんか無言、うん、なんか最初は、あ、お久しぶりですって最初、うん、さっき会った時に、うん、なんか毒を吐かれた記憶が。髪の毛、頭大きくなりました。そうだ、それだ、それだ。いきなり言われたんですよ。そう頭大きくなりました。なんか本当久しぶりなんですよね。そう、久しぶり。共演したのが久しぶりで、前より髪伸びましたよね。そう、伸びたのを、なんか言い方が間違えたんですよね、私が。で、なんか頭でかくなりましたね言ったよね、間違いなく言ったよね。お久しぶりですの、お久しぶりですの前にそれ言われた、うん、頭でかくなりましたね。いや、お久しぶりです、先に言いました。言いましたそうだっけ、先に言って、あ、なんか頭でかくなりましたね、お久しぶりですって言った気がするけどやめてくださいよ、ちゃんと礼儀は持ってますから、挨拶が先ですねえ、なかなかね、そこは、そう、久しぶりです、そこはちょっと変わったかなっていう。そうかな、変わったのかな
ちょっとね、なんかね、毒がね、ちょいちょいね。え、そう。そう、まあちょっとね。でも私の方が先輩なんですよ。あ、そうです。出た。すいません、ごめんなさい。そうなんです、なんか。年はね、違うんですけど。年はあれなんですけど。なんか、この JMO では、そう JMO チャンネルに出た順番で、上下関係が決まるっていう。あの、入った年数とかじゃなくて、JMO チャンネルに出た時が、ね、勝負。そうなんです。だから、お二方の方が早いんで。先なんで、私たちは、先輩に当たるわけですよね。そうなんです。彼の初登場に居合わせた二人です、うん。あ、そうですね、そうですね。だから一番後輩なんで、あの、言うことは、ちょっと何でも聞いて、うん、逆らわないようにしないと、ちょっと怖いので、おとなしくしますよ。ね。はい、すいません。うん、というわけでですね、なんかね、うんうん、白玉ちゃんはあの自分が先輩なのをいいことに大夢くんにね、いろんなことをね、頼んでるんですよね。嘘、何ですか、うん、ちょっとさっきのほら、ルービー買ってこいとか。それは山ちゃんさんの命令です。こう言えっていう。3本買わされました。そう、ルービー買ってこい大夢って言ったもんね。言ってない。極上のルービー、ね、そう、うん、3本買って、これじゃないって。買い直しって言ってない。最初発泡酒買ってったらちょっとダメって。それ発泡酒は飲まないから。ルービー飲めないですからね、頭は。そもそもね、なんでこんなの買ってくるのよって。そう、まあでもそれは仕方ないですよね。先輩の言うことは絶対なんで。先輩の言うことは絶対。あさりさんが言ってね。そう JMO はそういうところだから。本当あのなんか勉強しました。あの今まですごいなんかもう先週あこの前もなんかナナデスソースとか食べさせちゃったし、うん、ここの上下関係でかくないですか。そんなことないよ、可愛がってるもん私。言い方可愛がられて、可愛がられてます本当に。なのにそんな先輩にこの前デスソースを食べさせてしまって、でそんで すごいあの結構気に病んでるよとして。それはもちろん。じゃあなんか これぐらいのお菓子になんか豆さんはちょこっとこれぐらいだったら、まあ1センチぐらいね、うん、俺はちょっと量とか分かんないし、味とかも分かんなかったから、どれぐらい辛いかも分かんなくて、うん、これぐらいのお菓子を半分ぐらいがデスソースになってしまって、ガーって食べさせた。そしたら15分20分ぐらいなんかもうちょっとハァーってなって、うん、喋れなくなってしまったっていうことを、うんうん、結構ね気にしてる、してしまったので。そこはすごいあの反省しました。すいません、うん、もうしないんで、うん、仲直りしました。ちゃんとしてない、まだ和解してない。この際ちゃんと正式に謝っといた方が、あのそしたらさ、これをさ鼻に詰めて。怖いわ、まだ鼻に入る大きさじゃないし。でも先輩の言うことは絶対。怖い。先輩たり怖い。うわ、私関与しないです。壁あ、来た、ファントマイム。あ、じゃあさ、そのなんかジャグリングを一回やってじゃん。ちょっと私が見たいだけ。またさ、3つお亡くなりになりますよ、これ。キャッチしてください。キャッチします。いきます。ほ、一人お亡くなりに。なりじゃあ2個でいきます。お油断しすぎ。ちょっとキャッチしてよ。全員召されました。もうせっかく買ってきたのに。この番組がこれ洗えば食べれますよ。洗えば食べれるよ。じゃあ洗って食べましょう、うん、後でスタッフで美味しくいただけます、うん、もったいない、もったいない、もったいないわけが出ちゃう。なむうん、というわけでですね。まあどうでした、あのお二人ともキャラ設定をやってみて。いやでも大夢くんすごいですね。ね、うん、プロだよね、うん、プロですね、うん、本当になんかもう、うん、万能ですね、うん、尊敬しましたね、うん、難しいです。まあ、あのいや難しいですよ正直。あのマロってなんだと思って。今日ねいきなりね、うん、じゃあマロ設定でって言われたんだもんね。私ココペリ設定すごい甘かったんで、今後どうしたらいいですか。あ、じゃあそうだ、あのキャラ設定の先輩だから一応ね、先輩として、ね、自分の中に違和感がありつつも突き通す。あの最初の、うん、あのお姉キャラはスムーズに入れた。なんかやってて楽しくなってきて、うん、
今回のはだおねんキャラはまだなんかすごい、うん、あのイメージができやすいっていうか、うん、テレビでも見てるし、うん、なんか外歩いてたらたまに会ったりもするから、うん、そういうので情報がこうがあってだから情報があればそれ元にそうあの時はだからすぐ多分入ったのは多分情報があったから、うん、で今回のマロはあんまりそのこう容姿しかあと喋りもなんかわらわとか、うん、マロワマロワとかそういうのしか情報なかったから、うん、すごいあれこそ違和感がすごいあって、うん、でもそれでもすごいですよ ね、うん、いや今回は10点もいかないですよ、うん、マロは厳しいね。じゃあマロさんから見てココペリ設定はどうでしたあまあまあボロボロだったあのメルヘン感はいいんじゃないですか。メルヘン感ね幸せを呼ぶんだペリやばい。いや可愛いですね。ちょっとカメラに見たい。やばかったですよ。うさたんとお友達です。このココペリちゃんは幸せを呼んでくれるんだペリ。はい、今みんな多分あの、うん、今もうね悶絶してるね。みんなね目ハートマークになってる、うん、チーン落ち込んでますわかんないキャラ設定はよく言うよ火曜日は私無茶ぶりばかりしてきてあ、そうあれ見ましたよ二人の放送。あ、やってみたの。ありがとうございます。まあ、ダイジェストだったんですけど、うん、であのなんか最初の方で、うん、白玉ちゃんがその映画紹介で、うん、こうなんか絵描いてたじゃない、うん、でそれでなんか電車のやつ、うん、でその電車の下りになった時に、うん、そのマメさんが、うん、その俺と一緒に事務所から帰ったの見た見たエピソードだ。帰る時にあのなんかこうそうだね、じゃあまたねやったじゃん、うん、で、うん、こう電車が、まうん、マメさんの方がこう来て、うん、で俺の方もなんか来たから、そうそうそう、あ行かなきゃと思ってバーって行って、うんうん、そしたらたまたまこう乗ったこっち側にマメさんがいて、うんうん、窓ガラス越しに、そう窓ガラスいてでまさにこういう状態にか窓ガラス、でも確かにあれはあのもう向こうの方が先にすぐこう行くかなと思ったら、うんうん、なかなか、ね、なんか見つめ合うみたいなねなんかしばらく見つめ合うんですよね最初にあの阿部さんの電車来た時にじゃあねってやってて、うん、あ来た急いで急がなきゃ電車乗って、うん、でまたこう向かい合ってあもうすぐ行くだろうと思って、うん、じゃあねって言ったらこの状態からなかなか進まないずっとわかります。これで止まる気まずさ、うん、あーみたいなね、うん、長い。そうあれはね、私邪魔者らしいですよ。どうしよう。いやそんなことないです、そんなことないです。実は年齢的にね、年齢オーバーなんで。え、先輩にそんな。だってほらそんな、だって弟と同い年だからさ。そっか、ちょっと無理あ、じゃあ弟紹介してもらったらいいんじゃないですか。なんで弟紹介してもらったら何で弟紹介して、別にそこでそこおぎママとおぎママと豆の弟が、うん、実はみたいな、まあ、おぎ豆出てきたらもしかしたらっていうのはあるかもしれないけど、おぎ豆言っちゃった、おぎねえでもおぎ豆でもどっちもあればどっちも、そうどっちもぐちゃぐちゃおぎ豆、おぎ豆生まれちゃったらやばいですねおぎ豆、いや結婚したらね、おぎ豆だよね。そうです、うん、おぎ豆あ、面白い。でもなんか全然ドキドキしなかったみたいな。そう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 、俺はもうあれバーって来て、うん、あの電車が来て、うん、あもしかしたら、うん、こうまた最後、うん、目と目合うかもしれないと思って、うん、バーってダッシュして行って、うん、はぁはぁって言いながら、うん、こう電車乗って、うん、あ、いたやったと思ってこうやってちょっとキュンキュンしたのに全然聞いないとかっていうのが、うん、キュンキュンしてた、キュンキュンしてたんだ、キュンキュンしてた、それはね、キュンキュンするよね。しますね、シチュエーションだったら少女漫画みたいじゃないですか、ね、本当にドキッとしますよ。 なかなかね、そっか、だからあれを見てちょっと、うん、はぁっていう風にちょっと落ち込んで、あら、あらあら落ち込ませちゃいましたよ。落ち込ませちゃった、すごい落ち込みましたね、あれは。ああ、すいませんでした。いや、全然。あ、なんかサマーのタケコプターに見えるって。プルプル。直角だから。ね。飛んでくるか。空、空、飛んで。今飛んでましたね。
今飛びました。見ました。あ、でも本当だね、タケコプターに見えなくもないね。遠くから見れる。うん、いいね。ここペリちゃん。もう可愛い。秘密道具にもなるんですね、それは。そうです。まあ、あの幸せを呼んで、さらに空も飛ばせてくれます。すごい夢のある。なんかさ、夢があるペリ。なんかさ、悪いことはしないのって、なんか。あ、なんか私そこまでココペリに詳しくない。いやいや、今決めちゃっていいけど。あ、悪いこと。うん、じゃあなんだろう。なんかこうメルヘンな子に乗ってるとちゃんと幸せ呼んでくれるけど、うん、悪い人に乗ると黒ペリになって、あ、黒ペリ、なんか黒ペリ、なんか変な精霊呼び出します。で、それがちょっとやってみて試しにやってみて。乗らない、俺悪い子じゃないから乗らない。あ、なんか喋ってる。集中しちゃった。痛かったらごめんなさい。大丈夫。ここペリちゃんがそっちへ行くとどうなるのかな。あ、ごめんなさい、髪の毛引っ張ったよ。ここペリちゃんが乗り移ったおぎママは、いや、もうさ、なんかあの何、みんな女ぐち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 こう言うけどさ、あの全部ね正しいことじゃないの。みんな自分が可愛いと思って言ってるだけだから、うんうん、なんか何、悪い、これ悪いオーラが出るんだって、うん、全然あのね、何も考えてない。正確に言う。何、あのなんか、うん、こう犬見て可愛いとかいう女の子、うん、あれね、こう可愛いって言ってる自分が可愛いって思われたいからこうやって言ってるだけだから、全然ね可愛くない。何このあのなんか意味もなく耳で目隠して、別に何でもうこうやっちゃう。あのさ、これやるの忘れてたんですよね。あー、これ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 面白いんですよ、この服実は。はい、もうなんか多分そのココペリちゃん一回外さないとできない。じゃあ撮ります。よっ、大根抜きみたいな。ちょっと待っていきます。あ、なんかすげえそこだけごっそり抜けそう。なんか吊るされてるし、もうなんかちょっとかわいそう、跳ね下がっちゃった。ココペリちゃんかわいそう。よどうしよう、こっちか。ゴム、そうだね、ゴムを取って、うん、あ、取れた、抜けたよく立ってる。どっかに妖怪いる。妖怪見えてる。あ、後ろなんかいる。パイナップルの妖精。パイナップルの妖精、なんか美味しそう。意味がわからない。すいません、せっかくセットしたのに。で、そう、ね、この服が、そう、この服がなんと面白い、すごいチャックだらけ。待って、いいかな。え、チャックっていう今の現代の若い子たちは、ジッパーっていうか、ファスナー。チャックっていうのってやっぱり30代以上なのかな。え、そうなんですか。でも使いますよ、私も、うん、全然、うん、ちょっと閉じてみて。マイク大丈夫かな。あ、そっか、いいんじゃない、喋らなければ。なんかすごいいっぱいチャックがついてて、なんだっけ、ジョジョのなんか出てくるやつ、私もわかんないけど、私もわかんないけど、なんだっけ、なんて言ってましたっけ。なんかプロレスラー見たくない。あ、でもこれで減量できそう。うん、それで走ればいいよ、今日、うんうん、築地駅から。というわけでですね、見た。というわけで、私たちの番組の宣伝をさせていただきたいと思います。はい、ここの2人で、はい、毎週火曜日から、うん、毎週火曜日からじゃない、毎週火曜日21時から、はい、白玉豆ぜんざいごゆるりと見てね、見てください。というわけで、そう、次の放送明日です。そうです、明日も何か新しいことにね、いろいろ挑戦していきたいなって、ね、明日はですね、ちゃんとね、真面目に放送していきたいと思いますので、よろしくお願いします。なんか目があるように見えるから怖いよね、なんかね、本当ね、本当に怖いね。なんか、え、正面向いてみてください。なんだろう、怖い。ちょっとその紫マンさん、なんかあの告知あればどうぞ。紫マンさんっていうんだ。どうぞ。いや、めっちゃ
なんか喋ってる。ちょっとだけ喋ってる。ブチャラティ。ブチャラティ。やっぱりこういうのなんだ。みんなわかるんだね。うん。全部閉めたらいいんだね。こっちも。ちゃんと右目から涙出てるように。私もそう思う。ほら泣いてる泣いてる。おこれを見えない中で書いてくれました。ジャイアンツ1252、なんかこれなんかつなったみたいな。いやいや見えない中でうまいうまいです、うん、はいありがとうございます。つなったに本当仮面ライダーにこういう感じ怪人いるねいるね、うん、なんか蹴り一発で倒される、うん、あのしょぼいやつ。でも泣いてるね泣いてるね涙なんか怖いね。うさちゃん白玉ちゃん結構やるよねそういうのね。あのあれです、好奇心旺盛って言ってください。好奇心旺盛っていうことで。でもこれなんか変に開けるとちょっと髪の毛絡んじゃいそうで。いいんじゃない別に。怖い怖い。どうするの？わかんない。あ、わかんないからやめとこう。やめとこう。なんかね、こっち見てるの怖い。めちゃくちゃ怖い。もう今日誰が出てたかわかんない。本当。ああ、面白い。じゃあもう戻って。じゃあこれをさ、これをなんか。やばいよ、もういいよ、もういいよ。そうですか？なんかあ、いいねいいね、かわいい。あ、これでもいっぱい生やせますね、うん、なんかねポッケいっぱいあるから、うん、何なんだろう、これ熱い。お疲れ様。もう開けていいですよ。何でもやってくれるね。開けると中からは、うん、マロさん、マロさんが開けても怖いっていう顔がね。あー面白い。髪の毛すごい、本当にもう何でもやってくれるね、うん、尊敬します。JMO のさ芸人枠だね、一番体張ってる、うんうんうん、ぐったりしてる。いやでもね、これはあのあれダイエットした人におすすめ。確かに。ああそうだね、この数分でもうだいぶぐったりしてる、うん、そう2、3分で結構あのなんかじわーってくる、うん、いい感じで、しかもあのスーツアクターになった気分。ああ、なるほどね。夢が叶ったね、今日、うん、戦隊ものに出るっていうね。戦隊ものに続いて、もう次はあれですもんね、うん、現代そう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 、大河ドラマ丸役ね、大河、うん、ドラマで丸役。そうえ、すごいじゃん、うん、仕事いっぱい取ったね、おめでとうございます。ほら、男前になった感じがあって、うんうん、本当に。あ、ちょっと化粧取れたからさ、なんかちょうどいい感じになってるね。ねえ、うん、いやなんかちょっと今日どうでした？いや今日はいや楽しかったです。楽しかったですね。じゃあまあそんな感じで1時間あっという間に過ぎちゃいましたが、本当に。というわけで、はい、そろそろお別れ、はい、じゃあそろそろお別れですね、はい、じゃあ今日はありがとうございました。なんかいろいろありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ明日よろしくお願いします。明日こっち見てくださいね。あ、2人の放送よろしくお願いします、はい、じゃあバイバーイ。